川崎に重さ6キロの激辛麻婆麺がある。うちのジャンボ麻婆麺激辛だよ。日本一なんだから食べられるもんなら食べてみな。メガ盛りでさらに激辛。そんな麻婆麺があるのは川崎市にある中華料理屋ドラクロ。ご飯よりも伸びるからね麺はね。それでは激辛メガ盛り麻婆麺が登場する瞬間まであと30秒カウントダウン。豆板醤、ラー油、生姜、ひき肉に鷹の爪と一味唐辛子をどっさり。そこに豆腐を丸ごと4丁、もちろんこれ1人前。そして麺は唐辛子を練り込んだ特注激辛麺、なんと5玉。メガ盛りと激辛が夢のコラボ。はい、どうもお待たせいたしました。通常サイズをはるかに超えるメガ盛り麻婆麺。驚くなる、その重さは6キロ超え。唐辛子、青唐辛子、豆板醤などの香辛料をこれでもかと入れたスープはマグマのように真っ赤っか。その辛さは通常のおよそ10倍という激辛メガ盛り麻婆麺。ねえ、辛いよ。はい、この激辛メガ盛り麻婆麺に大食い女王アンジェラが挑む。はい、いただきます。めっちゃ美味しそう。うん、そんなこともないんですよ、ちょっと一口だけ食べたいね。え、ほんとに食べたい。辛いわ。激辛麺に悶絶しながらもここは大食い女王の意地、果敢に口に入れていくアンジェラ。いいですね、気に入りました、ね、果たしてアンジェラ完食なるか。重さ6キロの激辛メガ盛り麻婆麺に挑むアンジェラ。しかしなぜこんな激辛でメガ盛りなメニューを作ろうと思ったのか。みんなをこうびっくりさせて驚かせたかったもんですから、それでねジャンボのものを作ったんですね。こんだけ辛くてこんだけたっぷり入ってるジャンボ麺食べたことないからって言って大変皆さん喜んでますね。すごいですよ。そして開始から20分、すごいひたすらやっぱくるわ。あまりの辛さに唇は腫れ上がり玉のような汗が。すいません、ちょっと顔痛いんで拭いていいですか。このここだけでも。大食いと辛いのはまた別物。そうだよね、この人なんてものを作ってくれたんだ。しかし後輩たちの前で不甲斐ない姿を見せるわけにはいかない。減りましたね。大食い女王のプライドにかけ必死に食べ進めていく。1時間20分が過ぎ、これはすごい。食べました。完食。大したもん、大したもん。女王の意地を見せたアンジェラ、見事激辛メガ盛り麻婆麺を撃破。どんどん。